帰りちまにょん帰ってまいりました、チパチョまた来週に一日入院ですと。はぁ、あ、ちまちょんちょっと待っててね、父ちゃんもうちょっとやってくるからなよいしょ、待っててねびっくりおめめのちまにょん。塗っちゃうかな。まあいいや、とりあえず今これをばらしたので、こっちも足付けをしていきますと。ではなんかここに欠けがあったまあまあまあ、これでいいね。あー腰痛えな。どれどれ。あら、ちまちゃん起きちゃった、ごめんね。この辺までにするか。うん。どうですか、温泉治療は楽しかったですか、ちまちゃん。ピニャロ。ピカピカだな、ちま。ピカピカ。よし、じゃあしまう準備するから待ってて。どうも、ぶひけんです。本日は土曜日、作業を始めたいと思います。今日塗っちゃおうと思ったんですけどね、昨日の夜から雨降ってんですよね。どうする、さすがにこの湿気の多さでは塗りたくないような気が。まあそうですね、やることはあるので、そろそろこのベッドを積む準備もしないとならないんですがね。まあチャネリングしたので、こっちも数センチ下げなければいけないのですが、よいしょ、まあここに一番エンド部分が今まだ残ってるんですけど、そうですね、こいつを加工して、まあこれがフレームに乗っかるんですけど、あと一番後ろはそこね、それを加工して落とせるようにしたいので、方向的には全然大丈夫で作ったつもりなんだよな。まああとちょっとこの辺をえぐんなきゃなんないかもしれないんですよね、デフがこう上がるので。そうなんだな、ギリギリ大丈夫な、あ違うな、フレームより上に上がるから、ここがフレームに当たるから、ちょっとやんなきゃダメだね、やっぱり。これ取れないのかな。ちょっとそういうのもいろいろ調べてみようかな。まあエルカミちゃんはパーツが届かないから、まあそうなんです、この位置でバラしたいんですけど、バラすともう動かなくなっちゃうんで、まあいや最悪の時はまたホロかぶしてね、いつもそういう風にやるんですけど、まあ今回は外に一応出せるんですが、今日は雨が降ってるとまあちょっといろいろやっていきます。では今塗り終わりました。色は合いましたね。だけどちょっと面積が広い部分、ボンネット、あここ一箇所垂れちゃった、広い部分になんかムラが出るんだよな。よし、薄く何回にも分けてやっぱ重ねていくんですけど、なんかなムラが出るんだな。
あ、今ファミリーの山本くんが遊びに。まあどの道ここ垂れちゃったんで、ちょっと乾燥を待って削るので、もう一回ちょっとボンネット塗ろうかな。フェンダーは今相当気使って重ねたのでいい感じでいったんですけどね、なんか広いところが分かんねえか、カメラじゃ映んねえか。まあそんな感じです。